皆さんこんにちは、シエナのきよみです。お元気ですか？ピザが食べたくなったので、ウンベルトおじさんのところに行ってきました。シエナの住宅街にあるこの店に訪れるお客さんたちは、じゃあウンベルトとおじさんに声をかけて席に着きます。私が小さな頃ってよくお店を指すときに、何々さんの店って感じで店主さんの名前を呼んだりしてたんですけど、シエナにはいまだにそういうお店が多いんです。皆様のご近所にもそういうお店ありますか？一番おいしいお店とかこだわりの店っていうわけではないんですけどね、日常生活の中でふらっと立ち寄れるお店、ありがたいんですよね。今日はウンベルトおじさんのピザのお店を通じてシエナの日常をお伝えしました。ではまたです。チャオチャオ。